飯高町宮前出身で、プロ野球中日ドラゴンズへの入団が決まった大阪商業大学4年の滝野要さんが、12月25日、竹上市長を訪問しました。滝野さんは宮前小学校2年生の時に、地元のスポーツ少年団でソフトボールを始めました。旧飯高東中学校時代は公式野球チーム松阪ボーイズに所属、その後岐阜県の大垣日大高校に進み、夏の甲子園に2度出場しました。大阪商業大学では1年生の春から主力選手として活躍し、これまでに4度関西6大学リーグのベストナインに選ばれています。また4年生秋のリーグ戦では通算101安打を記録し、特別賞を受賞しました。去年10月に行われたプロ野球のドラフト会議で、滝野さんは中日ドラゴンズから6位指名を受け、プロ野球の門を叩くことになりました。この日は竹上市長のもとを訪れ、プロの世界に挑むにあたっての意気込みなどを語りました。滝野さんはドラフト会議で指名を受けた時のことを振り返り、名前を呼ばれた瞬間はびっくりしました、おじいちゃんおばあちゃんが一番喜んでくれましたと話しました。外野手として活躍してきた滝野さんですが、内野を守った経験もあるということで、出場機会を得るためにどんなポジションにも挑戦したいと決意を語りました。竹上市長は、入団おめでとうございます。松阪からプロ野球選手が生まれるのは嬉しいです。頑張ってくださいとエールを送りました。滝野さんの中日ドラゴンズでの背番号は51番です。1月7日から新人選手の合同自主トレーニングに参加し、開幕1軍を目指して2月からのキャンプに臨むということです。まずはまあ1年目なんで、ルーキーらしく元気出して、結果残して開幕1軍に残れるように頑張りたいと思います。1日でも早く1軍の舞台に立って、名古屋ドームでプレーする姿をテレビでも見せられるように頑張っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。